原発事故の帰還困難区域にある浪江町の対馬地区。ここでは今、特定復興再生拠点区域を整備するために除染で使う草刈り機の音が響き渡っています。原発事故から10回目の夏、ネムの木の向こうに見えるのは先月から掲げられている建物解体中の上りです。この家の持ち主の今野正義さん、現在は福島市に避難しています。対馬に伝わる伝統芸能の三匹姉妹の担い手で、先祖代々家は庭元と呼ばれ、練習場所や道具の保管などの拠点となってきました。庭元は江戸時代に設けられた制度とも言われ、今野さんの自宅は築300年以上の建物だといいます。解体の日は決まったんですか？決まってない。どれかのあれだな、コロナで遅かったんだな。今年5月、私たちは解体前の自宅を訪れる今野さんに同行しました。かつて土間だったこの居間は獅子舞の練習場所でした。ここにいろりがあって、ここにいろりあった、はい、これもなかったけど、でここでみんな踊って、ここに先生方みんないて教えた。今は材木丸太を製版するでしょ、チェーンバッて角材作るんだけども、丸太を長男って削って角材にした。自宅の至る所に残る300年の歴史と原発事故までの生活の痕跡、積み重ねた時間とどこにでもあった日常が今でも残されていました。しかし同時に、この10年で失われたものも目立ちます。これもすぐ消えたもの上あるって言ったらこうなんです。天井や床が動物に荒らされ、時間の経過によって痛みが目立ってきました。なんだべ、本当10年程度長いようだけども、今だと短いんだよな。いや、それは悩んだけども、でもどうしようもねえな、こうやって動いたってな。うん、こうあえてこれでも一歩でしょ、直すってて、あとこれでこらえるっていう保証もない。解体に先立ち、今野さんは孫に自宅を見せましたが、その時の様子が忘れられないと話します。車から降りなかった。変わっちゃったからもう。びっくりしちゃったんですかね、10人ぶりで見て。相当ショックだったんだと思う。全然様子違うの。対馬地区を含む浪江町の復興拠点では今、280軒の住宅の解体が進み、国は2023年3月までの避難指示解除を目指しています。自宅解体の先にある復興拠点についてどう思っているのか聞いてみました。全然違うなんじゃないですか。まずとりあえず我々知って、俺が知ってる対馬の今復興拠点になっているところは、うちはどこに誰が住んでいるか全部知ってくれても、もうなくなっちゃうでしょ、全部。こう取り壊しちゃうんだから。全然復帰中学なんです。さまざまな葛藤を抱えながら、今野さんは自宅の解体を決めました。解体に立ち会ったその日も、今野さんはかつての獅子舞の様子を話してくれました。三匹獅子舞でここで やったこの庭で、あの本番の当日はここに集まって、そうそうそう、ここで集まって、ここで一
人踊りしてからあの神社に奉納したんですね。あ、情けないよな。全然庭でなくなっちゃったもんな、山になっちゃったもんな。原発は安全だってほどで作ったはずなんだよね。我々は立地町村じゃないからそういう話もなかったんでしょうけども、ねえ、ね、こんなになっては誰も思ってなかったんじゃないですか、うん、いや皆さん情けなくても言いますよ、このうち大体については、うん、まあ俺はもう本当はここ生まれ育ってね70年くらいここにいたんだから全くねこんな納豆は誰も思ってないからまあ残念だと悔しい思いはあります、うん、震災原発事故から間もなく9年5ヶ月避難指示解除に向けた拠点作りは住民の葛藤や地域の伝統を覆うようにして進んでいきます。